セカスト。今なら買取金額 20% アップ。 20% アップ？そう、服も家電もまとめて売るチャンス。今から取ってきます。待ってるよ。セカスト 20% アップ。拓郎さんのセリフに合わせてみんなが盛り上がってるんで、そうですね、はい、じゃあもう盛り上がる。よーはい、今だ。買取金額 20% アップ。はい、カット。あ、ショッピング中だ。山田内もショッピングします。よーい、はい。そう、セカストならまだ使えるものを賢く理解できるから。はい、カット。いいですね、バッチリだと思います。はい、できると思います。賢く理解できる、理解できる、はい、カット読むところはちょっと娘のニットとかポロシャツとか学校で着れる。あ、かわいいです。かわいい。よー、はい。いらっしゃいませ。これで中古に。はい、カット。カット。はい。これで中古に。OK です。はい。はい。セクナナ。よー、はい。そう。服も家電もまとめて売るチャンス。今から取ってきます。はい、カット。カット。はい、こちらはこれで良ければというものになる。はい、そう、服も家電も。はい、カット。よーい、はい。で、じゃあお家に眠ってるものたちも。はい、カット。はい、カット。いいですね。してます。OK です。じゃあ、すずちゃんの本日のムービー撮影は以上です。本日の撮影以上になります。お疲れ様でした。今回はスーちゃんが参加してくださってありがとうございます。とても明るい楽しい現場でした。ああ、よかった。ありがとうございます。印象に残ってるのはその撮影じゃない時なんだけど、とにかく店の中でスーちゃんと会うことかな。お互い結構うろちょろしてましたもんね。それが印象にとても残ってますね。多分2人ともちょっとしたカメラのこう映像のチェックの時間やったりやとか、ちょっとした空き時間にすぐも商品見に行っちゃう。また滝藤さんいた。また滝藤さんいたってなりながら、お互いねちょっと商品を持っちゃったりなんかしながら、合間もやっぱ楽しかったですね。うん、面白かった、ね、そうだよね。なかなか合間って何することもなくね、あのおしゃべりしたりで終わったりするけど、セカンドストリートさんの時はずっと見れて楽しいですよね。楽しいですね。いい商品がたくさんありました。私あの滝藤さんのメガネがこうやっぱグラフィックの時とか衣装に合わせてこんなに変えられてるんやって、どのメガネがいいだろう、これかなあれかなって言って皆さんがやってらっしゃるの見て、ね、やっぱりもうね、どんなメガネでもお似合いになるから。でもあれ全部俺のメガネ。え、私物ですか。そうなの。すごいたくさん持ってらっしゃるんですね。そうなの、結構衣装もね自分の使わせてもらってんすよ。そうなんですか。そう、めちゃくちゃおしゃれですよね、本当に。いやでもあのもちろんスタイリストさんがついて僕の家でこうやってから見ていただいてっていうので、すごく自由にやらせていただいて僕はとても楽しいというか、すごい、うん、滝藤さんらしさもたくさん出てるんですね。なんか出させてもらっててね、
こんないいのかしら。いやでも世界観にもめちゃくちゃマッチしてますね。あ、嬉しいです。かっこいいなと思ってたら私物なんですね。そうだったり、あの用紙をさったのもあるけど、すごい、うん、それはもう昨日の撮影中に、いやちゃんと仕事してたけど、もちろんもちろん、その合間に買い物させてもらった、僕はもう娘と奥さん用に7着ぐらい買わせてもらったんですけど、これは本当掘り出し物でした、うん、もうだから結構細かく見れるじゃないですか、うんうん、しかも僕たち2人だけで、そうなんです、なんていうの、貸し切り状態でだからゆっくりゆっくり好きなものをこうずっと何度も何度も同じとこ回ったりして探せたんで、めちゃくちゃ満足してます、うん、私もいろいろ商品見てたんですけど、その中でこうデニム生地のつなぎ、長袖のこういう長袖長ズボンのつなぎが欲しいなと思ってたんですよ。ただなんかこう自分に合うサイズやとかが今まで見つかってなくって、あ、めっちゃいいの見つけたと思って、これ試着していいですかって言って一回楽屋まで持って行って、あの持ってたやつ、あ、そうです、あれです、あれ、 あれ買いましたそう、あれを着てみたら本当にぴったしで、うん、でこれちなみに CM 中にも結構映ってる商品なんですけど、私が試着した後にごめんなさい、これちょっと映りがある商品なんでって、そうだからかかってたからやめたのかなと思ったの。違うんです、もう使い終わった後に買い取らせてもらいました。 だから私は CM に映り込んでる商品を見事ゲットしました。そうだね、本当にあれまたマジで私の一丁羅になります。あれ本当に美味しかった、いい買い物ができました。僕は今は色かな、うん、ビビッドな色というかパキッとした色のものを選んじゃうから、だから昨日もやっぱり娘のものも黄色いカーディガンとか真っ黄色のパープルとか、そういうのがどうしても手に取ってしまいます。私も結構パキッとした原色系の色のもの好きなんで、うん、いいよね、特にね、こうあったかい季節とかは買いがちですよね、うん、そうね、どん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 ね、お洋服の棚がカラフルになっていく、うん、すごいんです、もうカバンとかもカラフルなものが多いんで、すっごいオレンジのズボン入ってすっごい紫のバッグ背負ったりしてるから、家の中では普通なんですけど、一歩外に出た時にあれ私ちょっと目立ってんなって、うん、すぐバレちゃうよねなんかね、多分視線は感じるんですよ、うん、それがあ、山内すずやなのか、あ、派手やなぁなのかどっちなんやろうと思いながら街歩いてますいやいや山内すずだって、まあ、山内すずは派手だなと思ってるじゃん、どっちもだ派手な山内すずなんですねおしゃれだなっつってね、だから派手な滝藤さんだってなってるかもしれないこれちょっと得したっていうかわかんないですけど、昨日買ってったものを娘が喜んで着てたので、まあ、別に娘の気持ちを物で買ったわけではないですけどなんか株が上がって得したなとは思いますけど嬉しいですね、ね、すぐに着せたんですか、帰ったら寝てたから、うん、僕は朝起きたらもう全部着てました、かわいい、試着してた嬉しかったんですね、ね、やだ嬉しい、その中の1枚を着てました、うわ、かわいいエピソードですね私も本当に金銭的な得したの話になるんですけど私ポイントを集めるのがすっごい好きで、ポイントを運用したりもしてるんですけど、うん、その1年貯めたポイントだけで旅行に行きました、うん、どこに、あ、行かない方がいいのか、いや全然全然、千葉の古民家なんですけど、うん、一棟貸しみたいなところに行ってのんびりするっていうだけなんですけど、周り何もないの、周り何にもないです、本当に静かな、もう虫の声と夜はカエルの合唱を聞きながら焚き火をするみたいな、いい、ね、そういうのに本当実質タダで行けたんで、ポイントっていいなと、得したなって。古民家が貸し出しに出てるってこと、あ、そうです、古民家をそうリノベーションして、一棟1日1組限定の一棟貸しで、中でご飯とかも用意してくださるんで、あ、作ってくださる、そうなんですよ、だからもう何もしなくていい、最高でした。スーちゃんがこう今回加わってくださって、とても元気な作品になっております。
この CM から皆さんに伝わるこの楽しさとかセカンドストーリーさんの元気さがこうお店に来ていただいたらそのまま感じられると思うので、ぜひ多くの方に、セカンドストーリーさんに行ってほしいです。よろしくお願いします。本当にこのセカンドストリートさんに足を運んだ時のワクワクっていうのがこの CM に詰まってると思いますので、まだこうあんまり古着買ったことないよっていう方とかもぜひこのリユースの楽しさに目覚めてもらえたらな、楽しんでもらえたらなと思います。もう皆さんぜひどしどしと足を運んでもう自分の宝物を探しに来てみてください。